皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。2016年末の解散から7年スマップの再集結、再始動への期待が今まで以上に高まりつつある。ここに来て、多くのメディアで再集結話、待望論が報じられており、2月15日発売の女性セブン、小学館でも、スマップ再始動は99%、 というタイトルでグループ再結成の可能性は高いと報道。ジャニー北川氏、去年87の課外問題を受け、旧ジャニーズ事務所は崩壊。ただ一人、事務所に残留した木村拓也、51はスタートエンターテイメントとエージェント契約を結ぶ、もしくは完全に独立する可能性もまだあるとされ、 そうなれば、確かにやめじゃにと共演するハードルは下がっているはずだ。スマップの冠番組、スマップ×スマップ、スマスマ、フジテレビ系、などを手掛けた恩人でもあるフジテレビの敏腕プロデューサー、黒木昭一さんがお亡くなりになり、スマップメンバーが再集結する可能性も囁かれました、ワイドショー関係者。黒木さんは、スマスマ、 いや、笑っていいとも。フジテレビ系、などを手掛けた同局の有名プロデューサーだったが、2月13日に逝去したことが明らかになった。54歳だった。黒木さんは1969年生まれ、早稲田大学を卒業後の1994年にフジテレビに入社。バラエティ番組や音楽番組を担当し、 同局を代表する番組を担当した敏腕ンンプロデューサーとして知られた。この2年ほどは闘病生活を送っていたという。黒木さんは、すますま、のみならず、中井正宏のいそろ、三択、僕らの音楽、ョナンカン、おじゃマップ。といった、中井正宏、51、木村、稲垣五郎、50、草薙剛 49、香取慎吾47の番組も担当していた。特に中井さんは黒木さんと親密だったと言います。すでに闘病に入っていたと見られる時期に始まった松本中井とその後の誰かと中井、フジテレビ系のプロデューサーに黒木さんの名前があったことからも二人の深い信頼関係が伺えます。 他のメンバーにとっても恩人だったでしょうから、黒木さんのツヤや告別式で5人が揃うのではないかと関係者の間で話されたんです。全道。2月17日、黒木さんのツヤが都内の斎場で行われた。ツヤには中井、稲垣、草薙、香取らが参列。黒木さんが亡くなる直前、 別々だが木村を含む5人と病室で面会していたという。2月22日発売の週刊文春文芸春秋でも稲垣、草薙、中井、香取の順列屋に足を運んだというが、木村は姿を見せなかったと報じている。事前の病室での面会についても、中井、草薙、 カトリの三人は同じ時間に訪問。別々に病室に入り、黒木さんと最後の挨拶を交わしたという。仕事のあった稲垣は別の時間帯に訪問したというが、木村は四人との接触を避けてか別の日に面会に来たと記事では伝えている。2020年2月、中井は旧ジャニーズ事務所から独立すると記者会見で発表。 その際、事前にメンバーにその胸を連絡したといい、稲垣、草薙、香取からは返信があったものの、木村からは返信がなかったとも報じられている。今度も木村さんは4人と交わることはなかったということですよね。ただ、文春、では、木村さん自身は再結成は拒んでいないと報じられているんです。そんな中、今、 関係者の間で言われているのが、再結成、再集結を一番拒んでいるのは中井さんではないか、ということですね。前出のワイドショー関係者。2020年3月に旧ジャニーズ事務所からの独立後、中井は長らく稲垣、草薙、香取と共演することはなかった。芸能プロ関係者は話す。 4人が揃ってしまうと木村さんだけが孤立して見えてしまう。4対1、に見えるのは、避けたいという中井さんなりの気遣いや戦略もあり、3人との共演を避けてきたと言われています。そんな中、昨年4月の松本中井初回放送に香取さんがゲスト出演。約6年ぶりの共演が実現し、 スマップファンを歓喜させました。ただ、この共演にも中井さんの中にはかなりの葛藤もあったと言いますね。そして、中井さんと木村さんは、敬遠の中、と言われていますよね。スマップが解散へと向かっていく中で、木村さんへのいじめもあったと報じられました。全道2019年1月の、週刊文春、によると、 スマスマの収録で中井が木村だけにトークを振らなかったり、木村はかっこいいよなぁ、と嫌味のように繰り返すなどの、木村いじめ、があり、それにより木村が収録をボイコットしようとしたという。2016年12月31日、スマップが25年の活動に終止符を打ったこの日、中井、稲垣、草薙、香取、 そして元メンバーでオートレーサーの森勝之50が都内の高級焼肉店に集まり、ささやかな打ち上げパーティーを行ったものの、木村の姿はなかったとという。焼肉店での打ち上げは、木村さんが行くのを拒否したということではなく、彼に連絡が行かなかったから、とも。当時から5人で揃うのはちょっと、 という考えが中井さんの中にはあったのかもしれません。前出の芸能プロ関係者。中井と香取の共演が実現した松本中井では木村の話題が一切出ることはなかったが、収録内で二人が木村について話し、ダウンタウン松本人志60と共に大いに盛り上がったという。 ところが最終的にすべてカットされてしまったと前述の女性セブンでは報じられている。解散後、初めて中井さんと香取さんが木村さんのことを語ったトークは貴重で価値のあるものですし、ファンも喜んだはず。そんな面白い部分をテレビ局サイドが忖度でカットするはずはありませんし、中井さんの意向があったと報じられていますね。 やはり中井さんは、一人級ジャニーズに残る木村さん以上にスマップの再集結、メンバーが揃うことを、容易なことではない、と考えているのではないでしょうか。多くのファンや関係者がスマップ再集結を待望、スマスマのプロデューサーだった黒木さんが亡くなってさらに期待は高まっていますが、 そのキーマンになるのは木村さんではなくリーダーの中井さんではないか。関係者の間ではそういった見方が強まっています。全道。独立時の記者会見で、スマップの再結成について、1から99%の中にある。0ではないし、100%ないとは言えない。話を通すにしろ重ねていかないと。 待っている人がいるからと言っても期待に全て応えられるわけではない。5人ですし、様々な環境がありますから、そことの兼ね合いというのを見計らいながら進めていかなければならない、と語った中井。その数値は今、いかほどのパーセンテージなのだろうか。中井と香取の共演に待たせすぎだぞ涙が止まらなくなっちゃった嬉しすぎちゃった。 めちゃくちゃやばいくらい嬉しいんですが、この瞬間、何年待っただろう、シンゴちゃんとのツーショット最高のお写真です。と、驚きと感動の声が殺到した。どこだと思いますか次は CU でした。